北朝鮮正規軍が参戦しているという話が浮上しました。ロシアは即座に否定する声明を発表。しかし人海戦術のゾンビアタックに頼るロシアは、兵士が足りないのも事実なので疑いは残ります。6月に北朝鮮と戦略同盟的条約のようなものに、署名したと報道がありました。 まだ批准していないようですが、北朝鮮の弾薬は必要なので、今は関係性を深めているように見えます。北朝鮮は建設作業員としてドンバスに正規軍を、派遣すると公式に発表済みではあります。9月10日から16日にかけて30年ぶりに、オケアン2024が行われました。 オケアン2024とは、ロシアが面する海洋での大規模演習です。その後中国とも合同演習を行い、日本への領空侵犯につながりました。こちらのニュースは地上波でも放送されましたが、領空侵犯は国際法の観点からも宣戦布告と同等の行為であり、空自はロシア機にフレアで最終警告をしました。 無線警告と違い視覚的に絶対無視ができないフレア警告は次は撃墜するという明確な意思表示でもあります9月1日の中国気量空審判もあったので官邸も看過できないと国際社会にアピールする必要があったと思われますここで日本を取り巻く国際情勢を整理してみましょう ウクライナ侵攻で疲弊したロシアですが、中国が満足な援助をしてくれないので、北朝鮮を弾薬生産工場として利用したいわけです。一方、北朝鮮も小国の自覚はあるので、生き残りをかけてロシアにすがっている側面と、弾薬供給の見返りにロシアからの軍事技術供与と、ウクライナ侵攻に参加することで実践データを得られるメリットがあります。 中国が表面上ロシアから距離をとっていますが闇ルートでロシアへ物資を流しています。米中関係はアメリカは近い将来台湾有事が発生すると懸念を深め中国への制裁を強めれています。一方中国は国内経済の崩壊が迫る中でのアメリカによる経済制裁に苦しんでいます。中朝は中ロと同じく アメリカの顔色を伺うために今は距離をとっています。北朝鮮は体制維持のためにも米朝会談を再開したいと考えているようですが、アメリカの優先順位は下がっているのか、バイデン大統領は金正恩にかける言葉は、ハロー以上だ。と言ってました。日韓朝関係はやや複雑さを見せていますが、 日本はウクライナ支援をする中で韓国には安定して地政学上の堤防としての存在を希望し、韓国は日韓関係の改善を喜ぶも、朝鮮半島の緊張感が高まる中で日朝会談が進んで、北朝鮮へ支援など始まると北の国力が回復して困るという側面も浮かび上がっています。日露関係はロシアに舐められている日本という図式は変わらず、 日本への圧力を通じてアメリカを揺さぶりたいロシアと北方領土問題もありロシアの蛮行を許すと台湾有事を誘発するので安倍政権時の融和政策を捨て厳しい態度でロシアに臨んでいる日本バイデン政権の判断の遅さがウクライナ侵略戦争を長引かせているのですがトランプが新ロシア発言を止めないのでロシアはトランプが大統領になることを 期待しているが果たしてロシアの希望する展開になるのかは謎です。日本を取り巻く中国、ロシア、北朝鮮は明確に適正国家であることが再確認できたと思います。そのような国に対して国防面で融和的な態度をとる日本人は反日と言っても過言ではないと断言します。ロシアに利する発言をする人間はロシアの工作員か。 モスクワ政府に都合の良い愚か者のどちらかでしょうが、日本で義務教育を受けた人間であれば新ロシアになることはないはずなのですが、彼らはどこで道を踏み外したのでしょうか。北朝鮮将校は弾薬管理の技術士官という説もありますが、 北朝鮮はシリアへ正規軍派兵した疑いもありますので、大やけにせず正規軍を派兵した可能性はあります。歩兵ではなく砲兵や後方支援ではないかと言われていますが、北朝鮮正規軍が実戦経験を積み、連度が上がる可能性は、隣国日本としては警戒する必要があります。 肉たからの速報です。北朝鮮正規軍はすでにウクライナでロシア軍と共に戦っており、その数数千人と報じられました。20世紀なら多国籍軍が組織されていたことでしょう。しかし現在国連が機能しておらず、オバマ政権以降のアメリカは世界に対して責任から逃れようとしていますので、この戦争は長引き、 世界的に様々なリスクが増大しているとも言えます。ロシアの軍装備品の60%は中国製だとも報じられていますのでおそらく経済制裁をかいくぐって中国はロシアへ物資の輸出を行っているのでしょう。以前の動画でもお伝えしましたが、 地球儀を見る視点で国際情勢を考えてみると、世界情勢は日本と密接につながっていますので、日本は関係ないとは言えないというよりも、むしろ積極的に関わっていかないと、日本の国益が損なわれる時代に変わったのです。こちらはナザレンコの軽口のように聞こえるかもしれませんが、 中国やロシアは国家予算のうち年間90億ドルを各国のセロン誘導工作に予算を組んでいます。その証拠に沖縄独立のセロンを構築しようと中国の工作アカウントが2000個見つかったという記事がありました。6月にあった辺野古での活動家を制止した警備員がダンプカーに巻き込まれ死亡した事故映像の存在が報道されました。 警備員は安全誘導のために人に触れると訴えられてしまうので体を張って止めるしかないのですがそういう事情を悪用してダンプに向かって進む活動家その実態を知っていてなお沖縄県政与党のオール沖縄は議員はセロン誘導のために基地建設が警備員を殺したと言わんばかりのことを言ってました 沖縄は玉城デニー知事を筆頭にセロン誘導に必死でしたが真実が漏れ出してきましたとかいろんな問題があるにもかかわらずそれを強行してやる工事の,プロ,セスのなプロセスの中でこうやって人があの命を失っていくっていうのもとても残念だしあの本当に悔しい限りですこの人たちは抗議活動家の飛び出しに巻き込まれて警備員の方が お亡くなりになったのを知っていて、このようなことを言っていたのです。そして、沖縄県議会で事故動画を確認しようとすると、それを拒否するオール沖縄は。議員たちの様子が中継されました。私、議員長として映像を確認する。してものがあると思います。見れるんでしたら、ぜひ。そういった、そういった中でですね。あの、映像の確認に。田舎のプレスで。 対話の委員が賛成しておりますので映像の確認をしたいと思います異議ありませんかいやこれはですね今までそういう委員会っていうのは、うんえー、日程決めたりそういう議論をする時にはしっか前回の時価原則だったんですけどもこれをこんなの前回してない映像だった差し置いて差し置いてっていうか普通。 琉球新報もこのように活動家を英雄視する報道をしていましたがどういうつもりでこのような言動を繰り返すと思いますか琉球新報は以前からこのような報道を繰り返してきました反日報道機関なのは明白でしたがこのような報道を見ると中路の工作活動の。 影響を受けていると判断されても仕方がないですね。防衛省がセロン工作研究をしようとしたら大騒ぎをしていたことを思い出しましょう。自分たちの手口が解明されることを恐れてのことだとナザレンコは言及しています。このように日本の隣国は適正国家として様々なセロン誘導工作を仕掛けているということが分かったと思います。 杉田美雄氏は国会議員になる前からロシアの工作に警鐘を鳴らし続けていました。このように北朝鮮進判の集会にアイヌ人権団体が絡んでいますのでその指摘は間違っていないのではないかと思われます。このアイヌ政策検討市民会議という団体は2019年にプーチン宛に書簡を出しました。 内容は北方四島の支配をお願いするというとんでもないものでした。視聴者さんの中で気づかれた方も多いと思いますが、この流れってドンバス紛争やクリミア侵攻に非常に酷似しているのです。ロシア系ウクライナ人の救出のためにロシアが武力侵攻という図式がそのまま北海道や沖縄で行われているのです。 ロシアの侵略の手口はすべて同じなので、北海道での動きはロシアによる工作を疑わない人間がいるとしたら、それはロシア工作員の可能性が高いでしょう。また、ユースフルイディオットと呼ばれる利的行為発言を自ら進んで行う人間がネット空間で目立ちますが、 ブガッティに訴えられなくてよかったですね、W。普段は町山市とは意見が合わないことが多いのですが、この件に関しては町山市が全面的に正しいですね。SNS でロシア用語発言を繰り返す人の中には、急に原爆工程なるレッテルを貼る人もいます。当時ロシアでプロバレエダンサーだった方の発信です。 全面武力侵攻当初に鈴木宗男と全く同じ発言をしています。今のロシアは北朝鮮やイランに頼らなければ、継戦不可能ですが同じことをロシアに言えるのでしょうか。橋本徹さんもロシアに利する発言が多かったですね。日本の国益や国防に反する発言が多いという自覚をお持ちなのか伺ってみたいです。 テリー・伊藤さんのような著名人がこのような発言をしてくれるのは、中国やロシアにとって非常にありがたいことでしょう。このような発言をするすべての人たちが工作員だとは思いませんが、自ら進んで適正国家に組みする発信をする人とたちのことをユースフル・イディオットと呼びます。役に立つ愚か者という意味です。